はい、どうも皆さんこんにちは、ハークです。今回もラブボールズ通じやっていきたいと思います。じゃあ121からレッツゴー。なんかいつもの黄色い棒と違うな。なんか真ん中に白いのついちゃうけど、とりあえずこのガイドでそのまま書くか。はい、え、うん、待って、何が違ったかよくわからんかったんや。しかもこいつら勝手に進み、え、あ、うん、まあいいや、ちょっとクリアしよう。よし、あ、また出てきた、これなんなんやろ。とりあえず、どうしようかな。別に何もいじくることなさそうやけど、うん、青も勝手に進むしな。じゃあ行ってもらうか。あ、回転する系のやつね。おーおー、何もせんでもお前ら行けるやん。あね、よくマリオとか何やらかんやりであるギミックね。ちゅことはよ、この場合は赤を左にやりたいと。からこれ斜めでいいんじゃない。わおわお、うんとね、めっちゃバカなこと考えたかもしれんけど、これ左側に重し乗せて飛ばすんじゃね。ドーンって、ちげえわ、絶対バカだった。うん、バカでしたわ。でも左側を重くするっていうのはあんま、あながち間違いでもない気がする、ね、それ、それかなんか他の方法あるかな。ここら辺ちょっと、ちょっと待って、よくわかんねえわ。よくわかんねえぞ、このステージ。ちょっと難しいステージ来た。しょっぱな。赤をどうにかして左に飛ばす。あ、待って。これ直線こう無理な。いけるやん。バリバリインク足りるやん。バリバリインク足りるやん。だってインクが足りるなら話は別やな。これだって線こう書いてから左側重くすればいいだけやもんな。これで。で、あとまあ言ってもらうだけ。嘘だろ ?1 個2個。これでどう?ここにあといっぱい置いとくから。よし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 。うん。OKOKOK。インクがもともと何本あるかっていうのがようわからんとな、ちょっとやりにくいっていうのがあるよね。もう、これは何?インク次第ですね。これ外周をもう思いっきりこうやっていけるなら、無理か。え、これでどう?すごいね。いや、まさか右側のあいつがあんなに支えてくれるとは思ってもなかったけど、これ簡単じゃん。こう押すだけっしょ。ほら、これでクリアやろ。おお、オッケーオッケー。これは簡単。いいね。これは簡単やった。うわ、また変なステージを作る。でも、橋をこうやってつければいいだけなんじゃないの?あ。うん。で、スタート。ほい。ほい。これギリギリ俺の。おい。多分、坂を先に書くべきやったよな。書き順を間違えたよな。ここに段差を作ってしまったことが敗因の一つやったと思うよな。じゃあ、こう段差書く。で、こう上から段差書く。で、これでいけんじゃない?あとはもう押すことに全力。よし。うまいや。あ、わざわざ分けんでもいいか。こうまっすぐ書きゃいいじゃん。これでいいや。うん、これでよくて。で、これでよくて。で、これでよくて。頑張れ!よし。頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張れ。いけ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 。止まるんじゃねえ。止まるんじゃねえ。お前のその、お前の力そんなもんか。いけいけいけ。俺がちょっとアシストしてあげるから。よし、そこを乗り越えればあと楽。坂道でーす。オッケー。よっしゃあ。なにこれ、パチンコですか?普通に行ったらどうなるか見たい。こう、こう、こう。オッケー。左ね。左ルートを行くわけね。だから、左ルート行っちゃうから、ここで何かしらのアクションを起こせばいいと思う。こんな感じ。ガキンと。よっしゃ!
棺へ。なんだこの周りのボコボコ道は。なんだこれ本当にこれなんだこれ。で青が意外と高いところにおるっちゅうことから、俺の考えでは結構なスピードがないと止まるんじゃないかな、あこの丸いボール地帯で。だから多分坂を描くと思う俺は。こんな感じで、こんなね。いけ、俺の推理力の正しさを見せつけろ。いけ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 、ゴーゴーゴー、オーケー、よしよし、冴えてる冴えてる、今日冴えてる今日冴えてる。これ黄色のあれ使うの、黄色のあれ使うん。まあ、でもここの坂を描くのは10拍間違いではないと思うけど、どうだ、もうこれとりあえず描いて、あなんかうまくいったやっぱとりあえず描いてみるっていうのが大事だね。これ使わんといけんのこれ使わんといけんの、もう極論。でも線描いてダメな、これでやっちゃったぜ。でもちょっと下から光線描いてしまえばさ、固定できるくね、これ。ほら、あとはこれで、いやちょっと赤がやばいな、青にちょっと右サイドまで行ってほしい。頑張れ頑張れ頑張れ、いけるいけるいける、よし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 、ナイス、いいよ、うん、ほんと今日は咲いちゃう気がする。次は坂、左側でどうにか止めんといけんから、え、ここの突っ張りにかけるわ。こうはダメな、うん、多分考え方間違えてないけど隙間がなさすぎたな。これぐらいどう、うん、バカかバカか、こうの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 ワイヤー、ね、これ多分掛け具合が悪かったんじゃないかな。そうでやってほしい。よし、素晴らしい。1、2、3、もうほぼ描けねえじゃん。あ、上ね、あ、上から描くってこと？上からあのブレーキを落としてか。どんだけ描ける？これどう？ガッと。はいはい、よし。よし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 。今日はサクサク進みます。進みます。よし。もういい、サクサクいこう、サクサクいこう、多分これ乗り越え、でちょっと妨害、防壁落とす、そしてクリア、オーケー、よっしゃあ次。うわめっちゃ関係ねえけどスマボに見えた、スマッシュボールに見えたよしやっていこう。こう書いて、まあ普通落としてクリアなんじゃないの、違うのこれ。うん、なんか止まったけど、まあインク、え、うんうん、これでいいよね、うんうんうん、あんま難しくないな、あんまり難しくない。いや俺の IQ が上がっただけか、もしかして。そんなことはない。よし、もうだって今このステージようわかんねえもんな。さっきのあのスマッシュボールステージはなんかわかりやすかったけどねでも学んだことはとりあえずこんな感じでこう書いてこう下がっていけば固定できるってこと。はい、学んでない学んでないぞ。でもこれの気がするよな、攻略法的には別に間違えてない気がするんだけど、こう書いて坂、うわー固定の仕方えげつないな、多分無理でしょこれ。うん、こうのこうのこうこう、おおおおおおお、いいぞ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 いいぜ、オッケー、しゃ、またなんかこの黄色になるな、これあんまり好きじゃない、好きじゃないギミック、これ
でも坂みたいにせんとこれが邪魔だから、とりあえず回すとりあえず回してみる。うん、ちょっとずつちょっとずつ回して、ちょっとこう、うん、今いいね。今のうちにこの斜め線描く。いや待って、これやらかしたかもしれん。赤乗り越えきらんよなこれ。しかもそもそももうライン使いすぎたよな。こう、うん、そうよね。待って、これ書く必要あったねえな。これ絶対このここの黄色の部分固定されてるくない？されてるよな多分。これほら動かないもんな。これか、別にじゃあ坂書く必要なかったわ。じゃこれでとりあえず、うん、坂にして、あ、待って、あ、待って、こいつ悪さしよる、こいつ悪さしよる、待て待て待て、え、お前なんなん、お前なんなん、ちょ、待て待て待て、お前なんなん、お前なんなん、ちょ、待ってって、待って待って待って、やめてくれ、やめてやめて、そう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 、帰れ帰れ、お前ら仕事をしたら帰りなさい。そして、こ、ね、どう書いたらいいかな、ここ、あ、待って、落ちてった。落ちてったよ。こんな感じ？あとは青を乗り、青がこいつを乗り越えきるかっていう話。ちょっと待って、惜しい。惜しい。もう赤がいけんじゃねえの、この坂を利用して。そのこの坂も乗り越えて、青に相手に行く。お前ら。お前ら、マジでやってくれるやん。ね。もうこれ仮でいいじゃん。これで、はい。なんか残っちゃったよ。で、この状態なら赤行ってもあいつが赤を支えてくれる説がある。でもこっちでスタンバってて。うわ、いや。とりあえず、いつものルーティーンして、ルーティーンして、あ、これもうきついかも。これもうきついかも。爆弾乗せて一回やり直そう。これもきつい。ああ、悪さ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 、はいはい、よいしょ、よよいしょ、こいつ頑張れ。なんでこのクリアの仕方が分かっているのにクリアできない、このなんなんやろな、どんな気持ちで言えばいいんだろう。まあ、いいや、これ感覚でいけばいいじゃん、これ。落ちるタイミングで落とす。落とす。こんな見た目簡単なステージに、こんな時間かけちゃって。わかってんだけど、クリアできないと。やっぱ固定するから、うん、やっぱここに坂を入れて、青に、飛び越えさせるっていうのが一番無難なんだろうけど、その無難ができないから困ってんだよな。いけ、お前いけるって、お前ならいけるって。おっしゃ、いったやっといった、やっといった、もうほんと疲れるこれ、もうね、やっといった、よし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 、やっと次のステージいける。逆子、逆子、逆ではないか、上向いた子。これまた例に習って、ここのさ、これでいけねえの。いけた、いけた。よっしゃ、三角形ね、めっちゃでっけえ三角形。でもこのステージを見る限り、なんかここに線描いてくださいみたいなやつがあるから、とりあえず線描いたら、裏ね、観察眼の凄さ、観察眼一級、さすが、オッケー、よし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 、サクサク行こう、サクサク。これは坂で行けないの？坂無理？インク次第かな、インクの量次第かな。とりあえず坂書いて、坂書けんなこれ、どうしよう、こうする、これにしようか。あ、いいや、いいや、いいや。で、これで。バーっといって。よし、いいね。よし、よし、よし、よし。で、次。なんだこの段々畑。
まあ、青がなんか上におるんだよな。普通に行くなら赤を落とすんだよ。でも青が上におる。青が上におるってことは青をやるかもしれん、向こうに。だから意外とインク多いな。え、じゃあこれでいいじゃん。うん、これが正解やったんかな。うん、まあいいや、うん、いけたからいいや。何このレーザー、レーザーあるレーザー、何レーザー、ちょ待って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 、え、どういうこと、これレーザー触れたら死ぬのお前ら、ちょ待って待って待って、ちょっと待って、うん、いい、ちょっとごめんね、どっちが行く、どっちが行きたい、どっち行く、あ、やっぱ男だろ、ってこい、これどういうこと、うわー、このギミックはさダメでしょう、もう今までほのぼのしてたじゃん、ほのぼのしちょってやん、急にこんな殺人ビーム出して始めたら、え、普通に右側に落としゃいいんじゃない、かけねえのかよ、しかも何、なんでこれ、ちょっとゲームがおかしくなるからさ、そういうことしたらさ、え、あ、これ妨害できんやん、どうやってやるのこれ、よう立ったなこの棒、ん、あ、上から書くってこと、こんな感じで、え、ちょっと待って、インク相当使うやん、え、どういうこと、ええん、どういうこと、ここから落とせってこと、こういうことですか、こういうことですか、うん、うん、こういうことでいいのか、全然殺人レーザー無視しとったけど、うわ、またある、殺人レーザー、どうしたん、急に殺人レーザー祭りになりやがった。だが俺には受け皿という最強の技がある。 OK、 受け皿に勝てると思うなよ。お、よかったよかった、殺人ビーム消えた。で、多分これちょっとめっちゃ邪魔だから、こうして、あ、まあ、ま、よかったよかった、そこで止まってくれてよかった、赤を落とすんかと思った。で、ピューンと、はい、バイバイもう何なんだよ、そのちょっとさ、ちょっといけねえの、そのちょっと踏ん張れよてめえ、よし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 、次、おお、分からんな分からんけど、インクが足りるならとりあえずここに橋を作る、うん、足り、いけるかもな、意外と。で、回して、ちょ、止まる、止まらん、待って、これを利用して、これを利用して、ちょ待って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 、いやいやいや、ちょっと待って待って待って、これを利用して、で、そう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 、いや待って待って、ちょっと待って、お前、お、危ない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 、あ、待って、あかん、いろんなところでいろんなアクションを起こすな、お前ら、静粛になれ静粛に。で、こうして、で、これぐるっと回して、いや待って、これ逆ぐるっとやった、これ、これ逆ぐるやったか、逆ぐるじゃね、逆ぐるしよう、逆ぐる。一回ちょっと待って、ちょっと一回逆ぐるしよう。逆ぐるっとしてもらって、青を飛ばして、これ逆ぐるっとの遠心力で青に当てようかと思ったけど、なんか青がピタッと回り上がったから、もういいや。青がなんかいい感じにもうシタッて言ったから。だから、とりあえず青をこう飛ばすだけ。あ、待って。これ最悪なことになりそう。よし、はい、ボール3つ。久しぶりに見たわ、黄色のボール。え、インクがあるなら、インクがあるなら、受け皿、パート2でさ、受け皿パート2でいけんの？これで。よし。さすが、受け皿の進化系。何でもできるわ、受け皿くん。これもどうなん、受け皿でいけんの、もう。受け皿芸人になってきたけど、受け皿でいけんの、これ。インクが続く限り、受け皿は。やっぱ最強ですわ。もうね、迷ったら受け皿、とりあえず。うわー、来たー、なんか。なんだ、このステージ。ダブル遠心力かな。いや待って、賢く行こう。インクがめっちゃいっぱいあると考えて、
斜め入れてからここに行ってこここう行ってこう行って斜め入れる。賢い。よし、四角いやつがめっちゃ邪魔だから。でもこいつ落ちて多分この赤のボールの高さと一緒になると思うよね。赤のボールの床の高さと。だから青ボールをどうするかなんやけど、どうしようか。どれぐらいインクある？とりあえずこれ多分斜め入れるから、あ、潰してもらえばいいじゃん。おもよんっつって、あ、これもうこれもうこれじゃん、これじゃん、え、これじゃん、はいはい。うわー、何この楽しそうなステージは。この間をかいくぐって赤を助けに行けみたいな。ラスボスステージ来た、ラスボスステージ、とりあえず行ってこい。お、早い、早いんじゃ、早いんじゃ。ちょっと待って、いや控えめに行こう。遅いんじゃ、ちょっと待って待って。あ、もう妨害する、先にちょっと妨害ギミック貼ってから。そう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 、で、はい、よっしゃ、助けに来たよ、素晴らしい素晴らしい、よしよしよし。で、とりあえず150か、これでいいね。もうなんかだんだんほんと殺人ビームとか出てきて、ほのぼのからかけ離れていってるね。よし、じゃあとりあえずここで区切りましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。